わしはコーチ、あざなは干渉じゃ。劉備のどが慶州南部の諸軍を平定するまでは調査の地位で強力なる還元の配下に甘んじておった。今わしは若くして大徳の誉れ高い劉備殿の陣営に加わることができた。わしのこの弓の腕存分に振るってくれようぞ。まずは劉備殿にその徳にふさわしいだけの国を得ていただこうかな。歴史生徒のモノノフたちはこの豪感賞の相手をせんか。甲冑殿、今回の生徒進行は劉璋殿が治める益州を得て劉備殿の国を成すための戦いです。殿の天下のため敗北は許されません。甲冑殿には戦場の正面から面地区を抜け成都東門へと向かっていただきます。余力があれば他の軍団の援護もお願いします。殿は同じ流星の劉璋殿を攻めることに抵抗を感じていますが、これは避けられぬ道。我らが奮起して殿の国を勝ち取りましょう。真の道に反するのではないか。私は戦い生徒を包囲して劉璋を引きずり出すよ。張雲殿と張飛殿は南門を頼むよ。甲冑殿は東門、わしは北門になるかね。おかしな森だね。慎重に進みなさいな。諸の民は侵略者になど屈さぬ。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将は打ち取ったれや。三奪者どもめ、この先へはやらんぞ。神社の分などと聞いて呆れる。俺の攻撃かわせるか。負けない。敵将は打ち取ったれや。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将は打ち取ったれや。
と思えぬその覇気、どこから。劉備殿の大徳、靴輪を並べる若き友、いずれもわしをみなぎらせばれ。老いなど重ねる今もないわ。久々に強敵と会えたわ。おう敵将、撃ち取ったれ。痛い目に遭いたいか。たわけども、久々に強敵と会えたわ。敵将、撃ち取ったれ。雷門を開けて味方を引き入れてみようか。素晴らしきお働き。次は負けない。敵将、撃ち取ったれ。オラたちの国から出ていけ、ペロ様よ。会えたわ。敵将、撃ち取ったれ。全力で来るがいい。ここは引かねばなるまい。敵将、撃ち取ったれ。私もやらねばならんでしょうな。久々に強敵と会えたわ。敵将、撃ち取ったれ。をもっと連れてきて落としてやりな。図に乗るなよ。次は負けない。敵将、撃ち取ったれ。しまいましょう。さあ、あとは竜将を叩くだけだよ。大使として刃を交えず下ることはできん。
団に入っていくんだ。私はもう理想に迷ってはおれんのだ。間質復興、この蜀の地より始めさせていただく。劉将を倒して蜀の地を得た。皆の元や活躍がなければ、私は仁に心をとらわれたのだ。会議を見失い天下をさまようところであった。今や私には豊かな大地がある。葬儀孫悟にも引けは取らず、民のための天下、それを実現する道が徐々に開けてきたな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際三国を覆い幼年神童と称された人物のようじゃな。